皆さんこんにちは、ゆきかみなでございます。というわけで今回なんですけど、この動画でラストですね。はい、今年2022年の動画は、ラストとさせていただきます。というわけで、まあ、2022年もそろそろ終わりが近づいてきました。というわけでございます。本当に何でしょうね、まあ、この2022年に関しては本当にね、始まったというか、まあ、僕にとっても新たな、チャンネルが始まったと言っても過言ではないし、こうね、皆様と、まあ、コミュニケーションっていうかね、まあ、より多くの方々とね触れ合ったというかね、本当に何でしょうね、生放送したりとかもね始めたりとかして、夏ぐらいでしたね。はい、まあ、それあったりとか、本当にこのファンとか、まあ、たまにプリコネの動画上げたりとかねしておりましたけど、まあ非常に何でしょうね、はい、まあ、今年だと、まあ今年で終わりでいいかなっていうか、本当に、ちょっとね本当に体調が安定しないというか、まあ割と寒さがね、あったりとかしたりとか、まあ体調管理がちょっと、まああやふりっていうか、まあちょっとなんかだいぶなんか疲れがどんどん出てきたりとかしておりますので、まあここで一旦今年はラスト終わりにして、また来年ね、1月から頑張っていこうかなと思います。そしてまあ、1月といえば、そうですね、もう少しで1周年迎えますし、誕生日もね、ありますので、自分1月生まれなので、割とすぐあっという間に、誕生日が来てしまうというわけでございます。はい。なのでね、もしかしたら、誕生日カウントダウン配信とか、するのかな？なんかしらちょっと生放送チックにっていうか、まあちょっとね、やりたいなと思っておりますので、お時間がある方はぜひ、来ていただけるとありがたいかな。はい。またね、来年も、生放送どんどんしていきたいなと思いますし、またね、いろんな配信っていうか、していきたいなとは思ってはいるんですけどね。まあもう少しでね、冬休み期間になったりとかする方もいらっしゃるのかなと思うんですけど、まあちょっと冬休みはちょっとね、まあ動画が上げる範囲もちょっと難しいのかなとは思っております。はい。なのでまあちょっと、しばらくお休みというか、今年が終わるまではまあお休みかな。また1月の1日から、頑張っていこうかなと思っておりますので、まあ、そちらもね、本当に来年もよろしくお願いいたします。はい。でまあいろいろとそのまあ話すことはあるんですけど、まあ一つ言うなら何でしょうね、動画編集ソフト、今使っている動画編集ソフトのバージョンが上がる形なんですよね。まあ来年ぐらいなのかな。まだまだそこまで詳細出てないんですけど、まあ一応ベータ版という形で、今現在出てるみたいなので、まあそちらもちょっと楽しみだなというか、ですかね、本格的にバージョンアップされるようなことがあるというわけでございますので、まあちょっとまあよりね、そちらの機能というか、新たな機能を使ってやってみたい感はありますけど、まあちょっとわかんないですかね。はい。で、まあサブちゃんもサブちゃんで動画上げておりますので、興味ある方は見ていただければありがたいなと思います。はい。というわけですかね。まあいろいろとサブちゃんでやんないといけないこと、メインチャンネルでやんないといけないこととか、まあそういった、まあ、準備期間と言いますからね、まあ来年の準備というか、まあだいぶ遅いけど、そろそろしなきゃいけないかなと思いますので、来年の動画とかね、楽しみにいただけるとありがたいかなと思います。ということで、また次の動画でお会いしましょう。ゆきかみなでございました。2023年でお会いしましょう。またね、バイバイ。ちょびりけ、エンディング。